はい、酒好きな俺の飲酒動画を始めていきたいと思います。今回は、プレミアムモルツの新しい、赤色のね、やつが出たんで、コクのブレンドという限定醸造です。はい。ですね。これ 330ml ですね。ちょっと少ない。普通の缶のやつが350ですか。20ml 少ないですね。はあ。まあ、コクのブレンドと書いてやって、あった。今までにない芳醇で、まろやかなコクをお楽しみください。としか書いてないですね。アルコール度数が 5.5%。うん。となってます。そして、今日のつまみがですね、ここに、鍋があるんですが、はい、おでんです。これですね、1年前ぐらいに買った記憶があるおでんなんですけど、業スーでね、100円くらいで、ね、これ全部で何種類だ ?1、2、3、4、5、6個おでんが入ってる。5種類のおでん。大根が2切れ入ってるから。まあ、5種類のおでんが入ってる。いうやつなんですが、安定のこれ確か、賞味期限が2013年の9月12日だから、12日だから15日ぐらい過ぎてる。まあ意外と、ね、過ぎてる。なんか中のね、卵がね、煮卵が割れてね、なんかね、スープっていうか、ね。あれが、出汁がね、出汁汁がね、もうなんか濁ってる。卵のあの黄色いあれで、濁っちゃってる。やばい。まあ安定の食いますけど。もったいないで食べますけど。まあ賞味期限だから大丈夫だろ。多分。これが消費期限とかで、で、15日過ぎてたらきついです。多分、俺でも食べないでしょ。少なくとも。あくまでもこれ、賞味期限が切れてる。っていうだけなんで。まあ、主に消費期限のやつは、大体、生物ですね。うん。例えば、刺身とか、コロッケとか。まあ、冷凍コロッケは別ですけど。ね。まあそういうのが、まあ主に消費期限と書いてあるやつなんで、あれは、まあ消費期限が15日も過ぎてたら大変なことです。消費期限は、俺、1日過ぎたやつぐらいが限界だな。はい、おでんです。ね。これをつまみにいただこう。値段がこれ220円ぐらい。コンビニで買ったからな。普通にスーパーで買えば200円ぐらいで買えるんじゃないですか。うん。色が濃い。ね。じゃあ、乾杯。いや、最近寒くなりました。コクのブレンド。うん。まあ、色からするに、はっきり言うと、プレミアムモルツの、通常のやつとプレミアムモルツの黒を足して2で割った感じ。の味です。まあ、コクのブレンドって言うほど、コクってほどもコクはないですけど。うん、まあ普通の まあ黒ビールっぽいかな。黒ビールっぽいけど、黒ビールよかはやっぱりちょっとあれだな、なんか薄いなっていう、まあ、中途半端ですかね。
はい。さつま揚げ。うん。うん。うん。うまいよ。大丈夫。賞味期限ぐらい切れても大丈夫。プレミアムモルツ。サントリーのサイトへ行ってみましょうか。まあ、普通に美味しい。あ、これあれなんだ。道理で 330ml ってあるけど、これコンビニ限定かよ。びっくりだよ。コンビニ限定か、これ。330ml って多分コンビニ感ですね。コンビニで買うと 330ml っぽいわ。なんだよ、20ml 少ない上に、ね、あの、コンビニだから高いし。ひど。買わん方がいいですよ。なんだよ、330ml 缶かよ。ふざけやがって。コンビニ限定で、しかも普通にコンビニの方が高い。量少ないのに高いとか、マジ。ひどいな。え、ちょっと待った。深いコクと旨味を楽しめるザ・プレミアムモルツと、豊かなコクと旨味を味わえるザ・プレミアムモルツ黒を絶妙なバランスでブレンドし、しっかりと熟成させることでかつてないほどの芳醇でまろやかなコクを再現しましたって。それはこのコクのブレンドらしいです。やっぱりブレンドしてんじゃん。足して2で割った感じかよ、本当に。手抜きか。別にって感じだけどな、味は。ていうか、深いコクと旨味を楽しめるザ・プレミアムモルツと、ね、豊かなコクと旨味を味わえるザ・プレミアムモルツ黒。ってさ、それ逆じゃね？え、普通のプレミアムモルツの方がコクは深いんだ。で、プレミアムモルツ黒が豊かなコク？それなんだよ、それ。豊かなコクと深いコクとか、それ、言葉のあやじゃねえか、ほとんど。一体何を言ってるかわからんぞ。製造のこだわり。つまり、ブレンドして貯蔵して、ろ過する。つまり、熟成させてるっぽいですね。ブレンドしただけじゃなく、熟成させてるらしいですけども。熟成されてるっていう感はないですけどね。芳醇でまろやかな。言葉のあやだな。ただの。プレモル黒と、この赤はあんまり。個人的には。まあ、微妙っていうか、ね。やっぱ普通のプレミアムモルツの方が美味しいかな。やっぱり。でも少なくともこれ飲むんだったら黒飲むな。
いや、黒飲むんだったら普通のやつ飲むなってなるな。一番なんか立ち位置が微妙ですね。これの。でも今しか飲めない特別なプレモルって書いてあるから。まあ限定だから今しか飲めない。今しか飲めない。うん、今しか飲めない。意味ないでしょ。うん、こんにゃくうめ。てか、プレミアムモルツってこれ、麦芽 100% ビールか。麦芽とホップだから。マクが 100% っぽい。バクガとホップ。あれ、バクガとホップだったっけ？バクガとホップだけだったっけ？あれ？バク。なんか、あれ、気のせいか。まあ、まあ、よくやったと言いたいところでもないですね。うん。うん。ぶっちゃけた話。まあ、いたって普通の。うん。うん。ね。樽生か。樽生のビール飲んだことないな。ああ。うん。ああ、美味しい。普通にうまいわ。でもさ、あのプレミアムモルツにさ押されて、あ、もうプレミアムモルツの黒ってもう製造終了したっぽいですね。はあ。もう終わったんけ。プレミアムモルツに押されて、サナのモルツ、モルツビールがなんか、ほとんどなかったことになってる。のは気のせいでしょうか。え、絹の贅沢もこれ、製造終了してんの？マジかよ。あら。
やっぱうますぎたか。これうまかったんだよね。金の贅沢。このなんとかの贅沢シリーズうまかったんだけどな。多分あまりにうますぎてちょっと採算が合わなくなったか、逆にこのビールの売り上げが落ちたかのどっちか。うん、まあ、それでしょうね。だから第3のビールってほら、結局立ち位置が微妙なだけあって、味も微妙にしとかないと、本当はあのね、ただのビールが逆に売れなくなっちゃいますから、ね。第3のビールがうますぎたら、もう買うことないでからね。ただのビール。普通のビールが全く、もう価値なくなりますから。ある程度のうまさに留めとかないと、逆に自分の首を絞めることになる。そこですよね。やっぱりね。しょうがないか。なあ、だからやっぱそういううまいやつはやっぱ限定になっちゃうんですよ。本当に美味しいやつは。うん。だからまあ、まあ飲めるときに飲んどくと。いうのがやっぱり一番。うん。いいかなと。思いますね。うん。うん。ウイスキー。はい。ハイボールと唐揚げ。ハイボールに唐揚げね。ハイから？ハイボールに唐揚げで。ハイから。ハイから。短くすりゃいいってもんじゃないの？ねえ。いいよ。ハイから。いやー、菅野美穂かわいいな。かわいいなって綺麗だな。ハイボールには。唐揚げだから。いやー、菅野美穂、綺麗。本当に。ね。綺麗ですね、菅野美穂。本当に。これで何歳だよって感じだよね。うん。まあ、ということで、このプレミアムモールズの、コクのブレンドは四つ星だな。安定の。安定の四つ星。まあ、あんまり。うん。これ飲むんだったら、ね、通常のプレミアムモルツの方が美味しいですっていう話です。なんか、無駄に付け加えされたコクみたいな。ね。微妙なんで、その、微妙なんですよね、結局ね。黒ビールではないんだけど、その、黒ビールっぽいそのね、っていう、微妙。ということで、お疲れ様でした。